たわわに実った真っ赤なイチゴを手に取り思わず大人気の観光農園が仕掛ける町おこしとは。三好にある平田観光農園、一年中果物狩りが楽しめ、果物を通した自然体験が大人気なんだ。旬のイチゴを摘み取ってフルーツピザも作れる。めったにできない体験ですね。いい機会だったかな。園内で楽しめるのは果物狩りだけではないんだ。作業場の中で作っているのはリンゴのジュース。こちらのようにかなり小さすぎるリンゴや、傷の入ったリンゴなどを使っております。そう、ここでは不揃いなリンゴを加工品にしているんだ。農園だけでなく地元農家からも買い取り、加工品が増え続けているぞ。まあ、地元の農家をこう応援するんだっていうつもりでですね、これが農業につながって、あ、やっぱり地元のものって美味しいよねっていうことでファンが増えてくればですね、それがまたゆくゆくは農業の振興につながると。三好の自然が作り出したフルーツ、その美味しさを知り受け継ぐ担い手が増えることを期待しよう。